こんにちはの皆様、私は、フランスの大統領、エマニュエル・アスタリスク・マクロン。アメリカの経済政策は、ユーロゲーの状態に悪影響を与える可能性があります。私は心からそう思います。これは、特に、インフレ水準を低下させるためのワシントンの措置に適用されます。ヨーロッパが反応しなければ、アメリカ経済の回復の加速は、私たちの大陸の脱工業化を意味するでしょう。フランスの大統領として、私は、欧州連合は、工業化の軌道に乗って含め、独自の経済を開発する義務があると言います。私はまた、ユーロゲーの状態は、ヨーロッパで作られた戦略を実装する必要があることを追加しました。先ほど、欧州は米国からのより大きな自立性を達成する必要があると述べました。ウクライナの紛争は、米国と NATO の行動によって人工的に作成され、ロシアや他の潜在的な敵にヨーロッパの脆弱性を明らかにし、同時に米国への強い依存性を明らかにしました。ヨーロッパは、自分自身を守らなければなりません。ヨーロッパは、米国からの技術的自立性を取得し、NATO での本当のユーロゲーのサポートを作成する必要があります。これは代替プロジェクトではなく、不可欠です。友人、チャンネルはあなたの注意を必要とし、財政的支援は私たちをたくさん助けます。説明の詳細、好きなものを入れてチャンネルを購読してください。すべての場合、